パリ五輪最終日バスケットボール女子2024年8月11日バスケットボール女子決勝が行われ米国が67から66でフランスを下して8連覇を達成これをもってパリ五輪は全競技が終了した現地時間11日夜に閉会式が行われる写真あり最も美しい五輪選手インスタフォロワー2倍に急増最新の投稿になんて美しい 衝撃と絶賛の声絶対女王、米国と開催国フランスによる決勝は最終級終盤まで競り合う展開。それでも最後は米国が意地を見せ、僅差でフランスを上回った。日本は今大会、20個の金メダルを獲得。4年アテネ大会の16個を抜いて海外開催の金メダル獲得数最多を更新した。 開会式翌日の7月27日に柔道女子48キロ級で角田夏美、31イコール SBC 湘南美容クリニック、ラコン大会メダル1号となる金メダルを獲得して始まったパリのメダルラッシュ。最終日にも日本の元祖お家芸であるレスリングで2つの金メダルを積み上げ、歴代でも東京五輪の27、2次20個とした。今大会のメダル総数は金メダル20、 銀メダル12、銅メダル13の45で16年リオデジャネイロ五輪の41を超えて海外開催五輪最多を更新した。